ちょっっと待って、逃げないこれちょっとジェルほっぽったで逃げようこれ無理だ勝てねえ <laughs> もうね、僕はね、仲良く、今、同居生活を送っています。はい、ジェル君と僕と、ルート君だけちょっとね、バットで殴られそうなんで、そ,それだけは避けながらね、隔離してます。なんならルート君アイドルになって <laughs>、ちょっとなんかすごい、僕に嫌なことしたんでしょう、みたいな感じで怒られそうな感じするけどもで。バナナがあるんだよ。何このバナナ。100円で買ってきてくれ。ルート君はバナナが欲しいみたいって言嫌だ,だよ。なんだこの子、料理あげる結構ね、すごいのもあるんだよね。僕、ゴブリンにさ、これ食べさせた

全然美味しくねえじゃん。なんか調理しないといけないのかね。お小遣いもないからもうさ食べに出るしかないよ。金集めようじゃん。選択できる？これはあー3人で <laughs> 不安だなーって言ったら、まあそりゃそうやな。コロンジェルルートじゃな。ちょっと不安ルートが不安だもんね。えー、コロジェルで行くのみたいな。な、まあ、ルートか歌うだけでいいからさ。えなんだこれ。うんお前は。あー

<laughs> 世界を旅する偉大な魔法使い。困った人を放っておけない。善良な人物配役。これ選ぶか。これじゃどうしよう。やっぱ助けの、まあリーダーだから。俺、ナーんに、ナーんにするえ、なんかコロンの昔のやつあるんだけど。なにこれおいおいやめろよ。なんか昔のコロンのやついるんだけど。スイッチ本体。これはじゃあナーんか。ナーんよいしょ。他の配役に使われてるって言ってるけど。まあ、二個作ってもいいもんな。言うてな。一緒に旅するメンバーはね。他の配役に使われてる。まあ、お母さんプラス大賢者。かっこいい。 クソ強そうじゃん。え、ごちゃごちゃになるごちゃごちゃになるかな大丈夫かなまあ、わかんない。今後やるかどうかもわかんないし、そもそも。く <laughs> おぉ、かっこいい。あなたが噂の大魔王ですか私が来たからには、もう好きにはさせません。いけ、頑張れうん、邪魔が入ったか。今日は見逃してる。嘘やろ戦わないのかよ。ただまだあ、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 あ。いいやつだけで勝ったわ。やったらなっ、つって。ほう、はじめまして。私はナーん自分でナーんっていうの。旅をする魔法使いです。僕はコロなるほど。 倒そうと、うんと。でも、勝てそうになかったと。あなたには不思議な力を感じます。マジ今は無理でも、いずれは。なな、お前がやっつけてくれよ僕に無理だよ食を続けて力を磨くことなので、頑張ってください。うん。言うだけ言ったのね。また会えるかもしれませんね。それでは。え、なんだったのこの MV。絶対いらなかったやろ。最初の国の兵士に配役するみおい、こんないんのかよこんないんのかよ配役。兵士。ちょ、じゃあ、4人ともリスナー作るか。 4人リスナー。男2人、女2人で。名前は、よく、いそうな、リスナー。ちょ <laughs> うど10文字丸。よくいそうなリスナー。丸顔にしといて、髪型は男の子。男の子、黒髪と眉毛をこんな感じ。目元を、目元を。<laughs> これよくいそうかな。ストップリのリスナーにこんなんいるだったらちょっとかっこよくしたいんだけど。よくいそう本当に。ちょっと身長ちっちゃめ。僕のなんかイメージ、すごい身長ちっちゃめなんだよね。 だと細め。で、ピンクとかにしとくか。ピンクとかに。悪意しかない。いや、そんなことないよ。すごい性格良さそうな、いい子じゃないか。ちょっとかわいい。これは、あ、じゃあ僕、コロン、ロンチルドレンとして、青色とかにしとくか。ちょっと、んー、ボーイだし。なんなら。性格良さそうだよ。性格良さそう。よーし。よくいそなりすな、1出来上がり。<laughs> 真面目な兵士。頑張ってくれよ頼むよ早くしますか。よく、真面目な兵士ね。これは何ゆるい兵士ゆるい兵士か。じゃあこれも作ってあるから、じゃあ今度は、女の子にして、たま に生息するやつ。 <laughs> おひさーとか。あーいできねえできねえたまに DM。たまに DM するやつ。あー。元気にしてるみたいな。お前誰やねんっていう。今日で私三千3000日目になりました。お前10年間もやってねえよ。みたいな。あ、でもちょっと、ちょっと生かしたやつにするか。ちょっとなんか図太いな。すごいなんかおばさん種するんだけど。黒髪がいいのかなちょっと大学生っぽい感じの DM。たまにするやつ。見てるからね。みたいなアピールするやつ <laughs> あ。もちろんね。いい子たちもねそ。もういますから。もちろんいい子たちもいますから。 い,っぱい,まあ、いつもいいんですよ。いつもよこしてもいいんですよ。今回はたまに DM するやつね。兵士がやるくてもなんとかなる。<laughs> ゆるい兵士。ガバガバないよ。たまに連絡来て。今日何がありましたって言って。そう,いうやつね。はい、たまに DM するやつ。次。最も忠実な部下。融通がきかないが、たまに傷。ちょっと頑固者なんだ。なるほど。難しい。こう男の子を男の子にする全然見てないやつ。<laughs> 知らんリスナにしよ知らんリスナ。え、だれえ、え、お前。 え、誰みたいな。俺コロンのことめっちゃ好きなんよねって言って。え、お前だ、え、だ、誰って言いながら、そう、プロフィールに、一ぷり大好きって書いてあって、突如現れてくるやつ。突如急に現れてきた。知らんにスに至ってさ、でもさ、ちょっとかっこいいんだよ。男の子で。え、こいつ何なん,なんみたいな。意外とちょっとちゃんとしてるし。でも誰すごいサッカー選手みたいになっちゃったな。あ、いいじゃん、いいじゃん。それっぽい、それっぽい。なんかいそう。ちょっと太り気味のイケメン。う <laughs> あ、いそーちょっといそー でも全く知らん。それってもうあれだよね。てかリスナーじゃないもはや。マジでしらいリスナー。を作っちゃったしマジで。マジで知らねえわこいつ。でも忠実なんだよね。えー、職務に励むふりをしているが実は結構適当にやってる。 <laughs> なんだこいつじゃコロンを女の子にして名前から決めるかまだ1ヶ月リスナー来ましたでもコロンを好きになって1ヶ月目ぐらいが一番私可愛いですよっていうアピールするパターンのやつねコロン君しかマジで勝たんあと2ヶ月後にはもうなんか違うよねマジで変わっちゃったよねとかってうやつコロン君マジで最近よくわかんないこんぐらい細めにしといて出ぶらせるか <laughs> 肉付きある方がそれっぽくなりそう。髪型重要だわ。完全なら変形ならほくろいらんな。ああ、でもちょっとお姉さんっぽいなー。もうちょっと。ああ、いそう。 くぅ <laughs> ーああ、いそういそういそう。いや、マジな勝手な偏見だからね。クロン君マジですっげーよって言って、最終的に彼氏ができるか、他のところの配信って、やっぱ違うわ。このやっぱ違うわ。私が求めてるやつじゃないんだよね。みたいな。イメージして作りました。えー、職務に励むふりをしているが、実は結構適当にやってる。くぅーっていうのを含めて。あ、いいじゃん、いいじゃん。決めた <laughs> おい、適当にやんなよおい、ろくなついねえな、でも。そうなったら、完全にネタで全部やったけど、ろくなついない。決して君たちの、やばい、私、顔そっ くりだわってね、これ言いますけど、私のこと言ってるのかなではありません。それに似てしまうのはもちろんいるかもしれませんが、勝手の僕の妄想で全部作ったやつなんで。引っかかった人はすまん、よろしくお願いします。完全に偏見4人組です。ああなんかいるいる。こいつなんだっけ、真面目な男の子なんだっけ。こいつが一番いいやつなんだっけ。めっちゃあるんだけど冒険。冒険めっちゃあるじゃん。こいつのところ行ってみるか。わあ頼もしいな。よくいそうなリスな。<laughs> おいちゃんとやってるか。お前この先は最上場です。座場がわからない方はおとし お前まえきだなコロんだぞあのロンすいませんがお戻りくださいはあ,あなんだこいつ今は進めないのふざけんじゃねえおめえこいつなめてやがるわやっぱ証明しないといけないのかな僕はコロンやぞーつってまたなんかさらに洞窟があるんだけどなにこれ先進めないし川底の洞窟なんでしょうかねあ三3人来た行こう <laughs> <laughs> あてかでもルートくんこれさ足に豆できそうはえんだよ対策バッチリーって言ってるルートくんこれ初めてだからねどんな強さを持ってるんだろうえだ、ー、いじゃない くん何者だったんだろうかっこよかった見てたかジェルくん私が来たからにはもう好きにはさせませんだってバカにしてるよな <laughs> 今アンチもひるんでたねかっこよかった <laughs> なんだよこの会話ルートくん仲間外れじゃん穴がムズムズする僕も全然敵来ないあ来た来た来た洞窟の中ないやろな、えー、強そうじゃんバンシーバンシー abc がいる、えー強っ 神の力の目覚めえ、強くない ?HP のふりかけの力が目覚めた。回復。ほ,ほほほ。新たな力が目覚めたな。HP がなくなると戦えなくなってしまう。その前に HP ふりかけで回復してやるのだ。ただしふりかけには限りがある。比較的に使うのだぞ。ほっほっほっほ。えー、じゃあ、ふらないでじゃん。大丈夫これ、勝てるの全然回復しないんだけど。大丈夫かこれ。じゃ、待って待って。勝手に。え、待って待って。やばくないやばくない普通に。嘘泣きされてるんだけど。勝手に行動する。大丈夫なのかなえ、全然食らわない。全然食らわない めっちゃ強いんだけどバナナがないってやばいどうしようこれ身長、こんなことがあろうかとって言って、勝手にバナナ食い始めたんだけど初めての食事漫画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 お、めっちゃ二重回復したやんジェル君ファイヤー頑張ってお、全然強いジェ,ジェル君ワンパンだジェル君ワンパンえどんだけ目覚めるのもだったら勝たせて命のふりかけ身を復活できるだって !HP がなくなったかそうなるともうおしまい戦えないのだしかし、なんと命の の振りかけで復活することもできるぞあ貴重やってマジかえ使わなくてよくねもう逃げた方がいいだろう。勝てねえよもうな何だこいつもう MP ねえしマジかどうしようこれやばいやばいめっちゃくらめっちゃくらおいまたお前役に立たねえなえどうしようちょっと待って逃げないこれちょっとジェルほっぽって逃げようこれ無理だ勝てねえ <laughs> ちょっと無理だよ何これ勝ち強いんだけどここのステージちょジェルくんほっぽって逃げるべきやったな やっぱ、レベルアップさせないと、こっちの森行くか。洞窟強いんだね。僕たちは無難にこういうところ行った方がいいわ。HP バナナ足りてるってもう最悪、ルートこう鳴らしたって。<laughs> 失礼だな。ぶん殴られるぞ。靴下の穴開いてる。なんちゅう会話だよ。冗談はほどほどにって言いそう。すげえ言いそう。お、分かれ道があるよ。これ洞窟行ける方なのかなこっちに行ったらなんか宝箱あるよね。ちょっと行ってみるか。レベル上げないとダメなんだ。今日の服お気に入り。ご飯美味しかった。全然会話成り立ってねえじゃねえかよ。お、来た。なんだ宝箱 かな,なんか落ちてるよ。落とし物だ。キャンディーもらってる。はい。MP 飴をゲット。回復すんのかね。それだけの報告やったらもういらないだろう。なんだかいい匂い。じゃんけんマシーンやりたい。何じゃんけんマシーンって。よくわかんないボケすんのやめて。また出てきた。あ、なんだこれ。黙々がいる。黙々が。ジェル君の行動頑張れ。こいつらワンパンだな。そうだ。じゃ、あ黙々攻撃するか。えい。 弱い。コロンなんか弱くなってね、日に日に。体力回復しとる。やばい。でも1しか食らわない。あ、ルートくん初めてだ、これ。あ、全体攻撃なんだね。いや、ジェルくんがあまりにも強すぎるな。これ、技、魔法、僕、ジャンプ斬りができるんだちょ。ジャンプ斬り行け。行くよー新しい技、ジャンプ斬りコロン行け頑張れ全部使う最悪もう13あったけど、もうこれで終わっちゃった、僕。よいしょ。あとはルートくんの攻撃。いや、ルートくんが一番弱い。あの、マイクで攻撃してるんだけど、大丈夫怒られない。ライブ会場とかの人、なんかライブスタッフに怒らず、それ。ジェル君が一番強いな。 レベルアップしたアンコールを覚えた仲間一人に呼びかけてもう一度行動できる技代わりに戦って <laughs> とんでもねえなただただせこいだけじゃねえか。なんやねんそれわたあめもらったんだけど代わりに戦ってもらう自分の代わりに戦ってもらうんだとんでもねえよおっやどや見つけたいいんするか。 最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてねツイッターも毎日更新しているのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ